昨今の日本は昨年度の2023年度分から防衛予算案の大幅な増額施策が打ち出され、政権を運営する現在の岸田内閣は2024年に入ってなお、支持率の低下は指摘されつつも、大枠の防衛政策については国民の支持を失ってはいないと感じられるよね。岸田内閣が打ち出した防衛予算案の増額は、2023年度分から2027年度分までの5年間の累計で総額およそ43兆円規模となることが試算されており、冷戦時期より不分立とされた領域の拡大に踏み込んだと言えるだろうな。今回はそんな防衛予算の大幅な増額の中心であるスタンドオフミサイルについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、冒頭の続きだけど、日本の防衛予算は対 GDP 比で 1% 以内に収めるとする不分率。当時の歴代の政権が示してきた指針ではあったけど、今の日本を取り巻く安全保障環境の下ではその堅持を期待することは甚だ困難と一部の関係者からは目されてきたんだ。かつての東西の冷戦時代に日本の最大の仮想敵国は言うまでもなく旧ソ連であったけど、今のその地位は中国になっており、その軍備の内容や数は前者を上回っていることは明白であり、日本も対応を余儀なくされたと言えるだろうね。中国の軍事力の脅威は、1980年代には旧ソ連とアメリカ、1991年の旧ソ連の崩壊後には現ロシアとアメリカとの間で交わされた、複数のスタート戦略兵器削減条約という軍縮条約に縛られなかったことで大きく増加したよ。そのタイミングで旧ソ連、現ロシアとアメリカとが中距離打撃兵器の開発を制限する中、これに縛られなかった中国は準中距離弾道ミサイルでかつ対艦弾道ミサイルである DF-21 等のミサイルの配備を1991年から進め、同ミサイルはすっぽりと日本全土を射程距離内に収めているな。その後も中長距離打撃兵器である複数のミサイルの配備を加速させる中国に対して、日本はここに来てようやく敵の防空兵器の射程距離外から攻撃が可能なミサイルをスタンドオフミサイルと位置づけ対応を進めているわけだ。政治的には長距離打撃兵器であるミサイル類は、かつて敵基地攻撃能力と称されてきたものを反撃能力と言い換えるなどの方策で、自衛隊への配備を容認する形として進めており、反対勢力への理論武装も並行している状況だぜ。そうしたスタンドオフミサイルの代表例としては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達する計画や、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発などが大きくマスメディアの報道でも取り上げられるなどしているね。そんな状況下でこれらトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型などは、対地及び対艦攻撃を想定した兵装だけど、長距離防空を担う兵装として段階的な開発が進められているのが丸3式中距離地対空誘導弾のシリーズとなっているよ。丸3式中距離地対空誘導弾は、2003年度に陸上自衛隊の装備品として正式化された中距離での防空任務を担う地対空ミサイルシステムで、胴体内での通称は中サムと呼称されている、すべてが国産の兵器だね。この丸3式中距離地対空誘導弾は、三菱電機社がシステム構成の取りまとめを担い、ミサイル本体は三菱重工業社、レーダー類は東芝社が製造を行っており、陸上自衛隊の編成の1個軍用のコストは一式でおよそ470億円とされているぜ。これは同様の用途の兵器である、元がアメリカ製のペトリオットパック2と比較した場合、およそ 45% ほどの費用の低減が実現された形であり、間違いなくコスト面では国産化の効果が反映されたものと言えるだろうな。丸3式中距離地対空誘導弾はミサイル本体を6発で1組としたキャニスターに収容し、これを搭載する装輪式の車両の2台から垂直に発射する型式が採用されており、運用に必要なスペースの確保も従来品より自由度を増加させているよ。気になる丸3式中距離地対空誘導弾の有効射程距離だけど、陸上自衛隊として公には数値は未公表ではあるものの、2014年に千葉県の下志津駐屯地にて開催された催しでの説明や、
アメリカで実施されたテストの結果からは少なくとも 60km を超えると推察されているんだ。2017年度の防衛予算からは発展型である丸3式中距離地対空誘導弾改善型の調達が開始され、こちらは敵の低空を飛翔する巡航ミサイルや、高速度の空対地ミサイルの迎撃能力を加え、友軍とのデータリンク能力も向上されたと目されているね。この丸3式中距離地対空誘導弾改善型は、2015年にアメリカ本土のホワイトサンズミサイル実験場において実写テストが行われ、巡航ミサイルに見立てた標的10発すべての迎撃に成功し、その中には低空を超音速で飛翔するものも含まれていたというぜ。そのためアメリカ側も丸3式中距離地対空誘導弾改善型の迎撃能力は非常に高いと評価したとも伝えられており、この情報を聞き事実と考える限りにおいては、かなり優秀な地対空ミサイルシステムだと感じられるな。現状では丸3式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズの発展型は、1、2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾、2、2026年に開発が完了予定の丸3式中サム海能力向上装置研究開発分、3、2028年に開発が完了予定の丸3式中サム海能力向上新規研究開発分、4、2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型があるらしい。この中で2の2026年に開発が完了予定の丸3式中サム海能力向上装置研究開発分と、3の2028年に開発が完了予定の丸3式中サム中サム海能力向上新規研究開発分は、従来の地対空ミサイルシステムの性能を向上させた発展型ってわけ。これらは主として今の日本の最大の仮想敵国となった中国に対抗するべく、主として中国軍が配備を進める新型短距離弾道ミサイル SRBM 及び、極超音速滑空体 HGV を迎撃することを目的として定め、段階的にこれらへの対処を図るものだろうね。費用の上ではこれらには2023年度分の防衛予算の中ではおよそ758億円が計上されており、これはもともとの事前の事業評価の段階ではおよそ598億円が見込まれていたこともあり、かなり大きな投資を行おうとしていることが感じられるよ。ついで残りの1の2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾と、4の2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型についてであるが、こちらはベースである3式中距離地対空誘導弾を海上自衛隊の艦艇に搭載する型式に応用するものとなるようだ。これら一連の新艦対空誘導弾は通称として ASAM の名で呼称されているが、既存の海上自衛隊の護衛艦に搭載することで、敵の航空機や対艦ミサイルを迎撃するための長射程の兵装として運用することを念頭に開発が行われているぜ。新艦対空誘導弾は対象となる護衛艦の VLS 垂直発射艦から運用されると想定されており、ミサイル本体はベースである丸3式中距離地対空誘導弾階からレドームに変更が加えられ、誘導に必要なデータリンクとブースターが追加されている模様だな。こうした新艦対空誘導弾の実用化について、元自衛隊で左官を務め、今は数々の自衛隊への評論をマスメディアに発表している人物が、もともと地対空ミサイルシステムであったものを艦艇搭載用に変更を加えたことについて疑義を呈する意見を述べているね。その結論は、もともと地対空ミサイルシステムとして開発された丸3式中距離地対空誘導弾階がベースである以上、新艦対空誘導弾は艦艇を目指して低空で飛翔する敵のミサイルの迎撃には不安が残るというもののようだな。個人的にはこの人物の指摘が確実に誤っていると指摘することもできないけど、正直いくら日本や自衛隊が準備不足の側面が否めない点もないとは言えないとはいえ、そんな不安なものに多額の予算を投資するとは思いたくないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今年2024年2月、オーストラリアが増強を続ける中国の海軍力への対抗策として、自国の海軍戦力の再整備計画を打ち出し、
その中には汎用性の高い水上戦闘艦であるフリゲートを最大で11隻調達する内容が含まれていることが伝えられたよ。このニュースがことに日本で大きな反響を呼んだ理由は、その11隻のフリゲートの候補にドイツの MEKOA200、スペインのアルファ3000、韓国のテグ9と誤して日本の最上型の名が挙げられていたという事実からだな。さて今回は海上自衛隊の最新鋭の水上戦闘艦最上型の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、日本の最上型護衛艦は海上自衛隊の水上戦闘艦艇として最新型のフリゲートであり、同隊では初となる艦式号 FFM を与えられた艦艇で、多用途で対機雷戦闘までも包括したその艦形から新時代の水上戦闘艦として知られていたよね。この最上型が他国オーストラリア海軍の取得の検討の候補に挙げられたことは日本国内に止まらず、世界的にも前述したような特徴が評価されたものと受け取られており、今後の展開推移の続報にも注目が注がれているんだ。最上型護衛艦は今年2024年3月には6番艦となるアガノが就役を迎える予定で最終的な準備が進められており、すでに7番艦の仁淀と8番艦の湧別も昨年2023年に進水を終え、順次就役を行っていく過程にあるよ。さらに名称は未定ではあるものの、最上型は2023年度までの予算で残り4隻、トータルで12隻の建造が行われることが決定されており、これらも1年に2隻のペースで収益していく計画であることが明かされているな。最上型護衛艦は基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、最大幅で 16.3 メートル、深さで 9.0 メートルの艦体に、ガスタービン機関1機とディーゼル機関2機を合わせた CODAG 方式のエンジンを搭載しているぜ。この CODAG 方式の機関は最大で7万馬力の出力を誇り、これによって最大で30ノットの速力を発揮、ステルス性を重視した艦隊、およそ90名という消費とかを突き詰めた搭乗員数を実現しており、新たな護衛艦のあり方を示しているってわけだ。最上型は当初は前述した12隻という隻数ではなく、最大で22隻までの建造が示唆されていた時期もあったが、昨年2023年8月末にその隻数となることが打ち出され、以後はさらに新型の FFM の新造が実施されることとなったよ。この方針転換の理由は現時点では定かではないんだけど、最上型の主兵装はアメリカ製のマーク、41VLS の16セルとされてきたが、新型 FFM ではこの数が倍増の32セルとなると目されており、より戦闘力を高めたものとなることが予想されているね。そもそも最上型はこの主兵装たるマーク、41VLS の16セルも10番艦までは後日装備として建造時には搭載されておらず、建造当初より実装された状態となるのは11番艦と12番艦の2隻のみという、少し心もとない状況ではあったぜ。この点をしてオーストラリアが調達予定のフリゲート11隻に最上型の名が挙げられたとはいえ、戦闘能力に疑義を唱える声が一部から寄せられていたことも事実ではあるが、個人的には単に予算上の問題のように思えるな。したがって最上型護衛艦が現時点で建造済みの艦艇に、主兵装たるマーク、41VLS の16セルが搭載されていないことをもって、その戦闘面での運用に問題があるかのような言説はあまり意味をなさない抽象地味た指摘とも取れるよな。さてオーストラリアの件はさておき日本の新型 FFM の概要であるが、こちらは基準排水量で4880トン。満載排水量で6200トン、全長 142.0 メートル、最大幅 17.4 メートルの艦体に、最上型と同様の CODAG 方式のエンジンを搭載する模様だね。この新型 FF が搭載する CODAG 方式の機関の出力などのスペックはまだ伏せられているが、最大速力は最上型と同等の30ノットが確保されると目されており、高速性能と燃費の両立を期としていることは間違いないみたい。新型 FFM は開示されたスペック上で最上型と比較して、基準排水量で980トン、満載排水量で700トン、
全長で 9.0 メートル、最大幅で 0.9 メートルほど艦隊が大型化される予定であり、これを考慮すれば機関部も強化されるんじゃないかな。モガミ型で16セルであったし、兵装のマーク。41VLS は新型 FFM ではこうした艦隊の大型化もあって、前述した通り倍増となる32セルを搭載すると予想されており、対艦対戦対空対地の各分野の攻撃力の向上は間違いないぜ。願わくばもガミ型で10番艦まで後日装備とされたし兵装のマーク。41VLS を、今後の新型 FFM では建造と同時に搭載されることを期待するが、防衛予算案の増額が図られらた今であればその点も考慮されるものと思いたいな。モガミ型護衛艦ではその企画に際して、実際に建造を担う造船企業側からの提案を募る方式が初めて実施されることとなり、当時はこれに三菱重工業社と三井造船社とジャパンマリンユナイテッド社の3社がこれに参加したよ。選考結果は三菱重工業社の企画が採用され2番手は三井造船社であったことから、全12隻を全社が主契約者として10隻、後者は下請け事業者として2隻の建造を担当したが、このうち後者は業界の再編のため三井 E&S 造船社を経て三菱重工マリタイムシステムズ社へと変化したんだ。こうした流れをたどったこともあり、モガミ型護衛艦は結果として三菱重工業者と三菱重工マリタイムシステムズ社という、両社が共に三菱系の造船企業が建造を担う形となり、是非は別としても集約化されたと言えるね。新型 FFM においても先行形態は同様の形が取られたが、企画提案に参加を行ったのは三菱重工業者とジャパンマリンユナイテッド社の2社のみとなり、ここでも全社が主契約者の座を獲得し、後者は下請け事業者となったぜ。ジャパンマリンユナイテッド社といえば、今まさに航空母艦化改修の渦中にあるヘリコプター搭載護衛艦艦種記号 DDH の出雲型2隻を、建造した実績を持つことでもよく知られているが、日本の護衛艦の建造は今やこの2社しか受け負えないとも言えるな。こうした状況は日本の防衛産業全体を俯瞰してみた場合には、選択肢が減少してしまうという由々しき事態ではあると思えるが、特殊な産業でもあるため、建造に実績を要求することは避けられず、今後も新規参入は困難だろうね。新型 FFM は防衛予算上では2024年度分から2028年度分までの5年間で12隻を建造することとなっており、主契約者である三菱重工業者が8隻、下請け事業者であるジャパンマリンユナイテッド社が4隻を受け持つ予定だと目されているよ。初年度の2024年の防衛予算案では新型 FFM の建造費用としては、2隻で1747億円、1隻あたりではおよそ873億円が盛り込まれており、これはモガミ型護衛艦が1隻あたりおよそ470億円ほどであったことに比してかなり増加したようにも見えるんだ。ただしこうした背景には世界的な物価高騰の基調など経済的な状況を反映したであろうことや、当初より主兵装のマーク、41VLS の32セルの取得を含む可能性もあり、一概に金額のみを取り出して論じることには意味は薄いかもしれないな。ちなみに最新型の汎用護衛艦艦種記号 DD の朝日型の場合、基準排水量で5100トン、満載排水量で6800トン、全長 151.0 メートル、最大幅 18.34 メートルの艦体にマーク。41VLS の32セルを搭載、その建造費はおよそ700億円と近似値ではあるぜ。新型 FFM の場合、規模的にも兵装的にもベースであるモガミ型よりもこの朝日型護衛艦に近いものが感じられ、建造費も含めその用途もそれに近い、いわば FFG ミサイルフリゲートとみなす声も聞かれるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。毎度のような話題だけど、今回も尖閣諸島問題について見ていきたいと思うよ。アメリカが重い腰を上げたようだが、日本も何か対応すべき時ではないかと思われるぜ。もうじき開催されるはずの北京オリンピック前にアクションをした方が良い気がするよな。さて今回はそんな尖閣諸島において、
ついにアメリカが動き出した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年2月25日、中国海警局の船舶による沖縄県尖閣諸島周辺海域への侵入に関する自民党合同会議なるものが開催され、その会議の結論として外国公船や軍艦が日本に上陸を企てて領海内に侵入した場合、海上保安官が相手に対して危害を与える危害射撃が可能な場合もあるという考えを示した上で、海上保安庁法の解釈を明確にしたよ。実は2日前の2月23日、アメリカ国防総省のカービー報道官の声明があり、日本領である尖閣諸島周辺海域で中国海警局艦艇が日本領海へ侵入を繰り返していることについて、中国海警局艦艇の行動は誤解を招き、物理的な損害を日中双方に招く恐れがあると中国政府を非難するとともに、尖閣諸島における挑発的行為を即中止するように要求したんだ。追加として彼はアメリカは尖閣諸島における日本の主権を支持すると発言したことから、日本国内では尖閣諸島について日本の主権をアメリカが認めた発言だとして大きな好感を持って受け取られたね。こういった流れを受けた上での機外射撃容認発言だったんだけど、アメリカがバックアップしてくれたと喜んだのもほんのつかの間だったんだ。中国がアメリカ高官の発言を黙って聞き逃すはずはなく、カービー氏の発言に対して翌24日、中国外務省の往復報道局長が反論を展開しており、徴用島諸島尖閣諸島の中国名は中国固有の領土。アメリカと日本による安全保障条約は東西冷戦時の産物であり、第三国である我が国の利益を損なうことは許されない。東シナ海地域の平和と安全を脅かす事態は許されないと記者会見で主張し、アメリカと日本を牽制したわけだな。中国の意見にビビったわけでもないんだろうが、2日後の26日、再び記者会見をしたカービー報道官は、23日の尖閣諸島の主権は日本にあるという発言を訂正しただけでなく、尖閣諸島の主権に対するアメリカ政府の方針は従来と変わらないとしたぜ。つまり今までアメリカ政府は尖閣諸島について日本の施設権は認めるが、主権はうやむやで日本領土までは認めないと言っていたんだが、その立場を継続するということだったな。彼はさらに日本アメリカ両国首脳による電話会談で確認されたように、日本の防衛に対するアメリカの関与は、尖閣諸島を含む日本本土防衛に協力することを規定した日米安全保障条約第5条に基づくものであると発言したね。アメリカの立場は従来と変わらず、日本へ肩入れするわけでなく、経済的に強い結びつきのある、中国の面目を潰すわけにもいかないということで、どっちつかずのままということなんだ。日本に何かあった時にもどっちつかずなのかと心配してしまうよな。一年遅れの東京2020オリンピックはコロナウイルス蔓延を尻目に、2021年7月から国民の不安や不満をないもののようにみなして開催されたね。この東京オリンピックの期間中は中国艦艇の動きは一時静かになっていて、世界の目が東京日本に向けられていた時期だから、余計なことはしなかったんだと思うよ。しかし、オリンピックが終わり、秋になると再び連日の中国海警局艦艇が接続水域及び領海への侵犯が続くようになり、11月19日には海警局艦艇4隻の領海侵入があり、2021年では31回目となったぜ。この行動に背景として推理されたのが、11月9日の空自とアメリカ空軍の訓練で、空自のヘリコプターやアメリカ空軍のオスプレイなどの航空機が尖閣諸島付近海域で捜索、救難訓練を実施したな。この訓練も尖閣諸島や台湾有事を念頭に置いて実施されたものだと話題になっていて、中国が艦艇4隻を一度に領海侵犯させたのはこの訓練に対する牽制だったのではという見方をする意見が多いらしい。ここで尖閣諸島について改めて説明していくんだけど、石垣島の北西約 170km に位置する尖閣諸島は、行政区分は沖縄県石垣市に属しているよ。諸島だから、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島などがあり、この一帯を尖閣諸島と呼んでいるわけで、
古くは鰹節工場があって、日本人が居住して作業していたみたいだけど、第二次世界大戦後中に引き上げ、1940年昭和15年以降は全ての島に人はいないんだ。現在は久場島と周辺小島は私有地になっていて、その他の島々は国有で、久場島と大正島は日米地位協定に基づきアメリカ軍に提供された形になっているね。1895年明治28年1月、日本が尖閣諸島を沖縄県に編入して以後、領土として支配していたんだけど、太平洋戦争で敗れたため、沖縄がアメリカの統治下に置かれたことで、沖縄県に属する尖閣諸島の行政権が停止されてしまったんだ。1951年昭和26年9月、サンフランシスコ平和条約において、日本は台湾と澎湖諸島の領有権を放棄していて、その際、尖閣諸島を含む南西諸島は日本領として認められたんだけど、アメリカ統治下に置かれる状態は継続することになり、当時の中国と台湾はこの事態に異議を唱えることはなかったということは、形の上では尖閣諸島が日本領であることを認めていたということになるんだよね。アメリカと日本が尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する沖縄返還協定に、署名したのが1971年昭和46年6月で、翌年沖縄は日本に返還されたな。それまでは日本でありながら、本土への移動にパスポートが必要だった沖縄の人たちの長年の願いが叶った時だったぜ。ところがこの沖縄返還直後から、今まで尖閣諸島については何一つ触れたことのなかった。台湾と中国がそれぞれ自国に領有権があると主張し始めたわけだ。まず台湾の主張だけど、1895年明治28年に締結された日清戦争後の下関条約により、台湾と尖閣諸島などの島嶼が日本領になったものの、1951年昭和26年のサンフランシスコ条約によって中華民国の帰属とされたんだ。この事実があるため、アメリカが勝手に尖閣諸島の施政権を移したこと、中華民国である台湾の領有権とは別物であると主張したわけ。一方の中国の言い分は、尖閣諸島は明時代の古文書に記されていること。中国大陸の歴代王朝君主は領土に尖閣諸島を含めてきた歴史的事実があることを理由に、従来は中国の教科書に尖閣群島と記載してきたものを1971年12月の、尖閣諸島領有権を主張する声明に合わせて長与大列島と表記を変更しているよ。明の時代は1368年から1644年まで続いた長期政権で、1368年といえば日本は室町幕府足利義満の時代だな。そして1644年は江戸時代初期で島原の乱の7年後ということになり、そんな昔のことを根拠にされても、と思うし、だったら古事記や日本書紀を持ち出してもいいのかと思うところだぜ。台湾と中国が1971年にいきなり尖閣諸島の領有権を主張し始めた理由は2年前にあり、1969年5月、国連アジア極東経済委員会が東シナ海の学術調査結果を発表したんだけど、その中に尖閣諸島を含む広大な地域に石油が埋蔵されている可能性があるという報告があったんだ。数年後の1973年の第一次オイルショックは有名だけど、石油は今以上に貴重な資源とされていて、太平洋戦争の原因の一つとも言われているよね。その石油が埋まっているかもしれないということで、尖閣諸島が脚光を浴びることになったわけだな。アメリカも沖縄だけでなく尖閣諸島を含む南西諸島を日本に返還する動きがあるらしいとされたから、石油を日本に奪われてはならないという、そんな思いもあったのかもしれないぜ。台湾を自国領として完全に支配しようとしている中国からすれば、沖縄の在日アメリカ軍や先島諸島駐在の、自衛隊にプレッシャーをかける意味でも尖閣諸島占有が重要なポイントになり、台湾侵攻と同時、もしくは直前に尖閣諸島を占拠して軍事拠点化する可能性が高いと推測されているからな。様々なことを考えると、尖閣諸島問題について政治的対話による解決はもはや不可能と思われ、残念ながら中国が実効支配への足固めをしている着々と進めている現状では、
自衛隊を尖閣諸島に駐在させることによって、領有権を主張することがまずやるべきことかもしれないね。同時に、アメリカはもとより、世界の国々に日本の主張を訴えていくことも必要だと思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。